こちらですね。サウです。どうもありがとうございました。そのビデオ面白いですか？そりゃあもう面白いですよ。まだ見てませんけどね。できた。課長、ボタンつけましたよ。ほら、袖口もかかっときました。ボタンホールもほら、こんなにうまくなりました。もう3ヶ月だ。クソったれが。一体何してやがんだ、デモンシードは。まったく何考えてんでしょうね、やつらは。あの池袋デパート襲撃以来、何の事件も起こさないなんて、非常識にも程がありますよね。ひどい話だけど、今の日本3ヶ月マスコミに登場しなくちゃおしまい。もうじき女性週刊誌に出ちゃいますよ。あの人は今、おしまいなのは俺たちだ。奴らが完璧なる過去の人になっちまったせいで、この特殊工作課には税金の無駄遣いと市民の非難が集中。ついには予算削減、ベースアップ見送り、おかげさまさまのクーラーストップで、このありさまよ。あ、そうだ。こっちからデモンシードを潰しに出かけるってのはどうでしょう。アホか、おめえは。奴らの居所が分かったら、今こうしてお暇などしてねえ。なるほど。ということもありますね。こうなったら、やっぱしあっちの方で財政立て直しを図るしかあるべ。あっちの方。それじゃやっぱり。そう、これだ。3回も繰り返すことないのにな。Yeah.
カギリちゃん、お疲れ様。あ、本物のカギリちゃんだ。やだ、擦れちゃった。大丈夫？すげえ、セットだ、セットだ。あ、いやらしいコスチューム。あんた、誰？ちゃんと上向いててくれます？はい、はい。だいぶ上がってるみたいだな。テレビ初登場だからな。ああ、プレッシャーで今日はまだ5回しか食べてない。デビューキャンペーンいまいち盛り上がらなかったしな。やっぱりファンクラブのバッジデザイン硬すぎたんじゃないか。課長、やっぱり無理だったんですよ。あの子を苛烈な芸能界に放り込むなんて残酷すぎたんです。そうです、歌ははっきり言って上手くないし、踊りだってダメ。あの子には怪力しか芸がないんですよ。苦労するのは目に見える。そうですよね、私には怪力しか芸がないんですよね。マロンちゃん、本番です。はい。ジタバタするんじゃねえ。あと3ヶ月もすればマロンはな、新人賞ナンバーワンにのし上がっているだろう。俺の読みってやつはな、外れたことはねえんだよ。さあ、本日の特別ゲスト、赤丸急上昇のニューアイドル、ナビカゼマロンちゃん。こんばんは、よくいらっしゃいました。マロンちゃんの所属プロはとっても珍しいところなんですってね。はい。マロンちゃんも公務員なの？はい。なんか無理してるみたいだな。気にしてるんだ、僕たちが言ったこと。では歌っていただきましょう。ラブ&パワー。何やってんだ。違う違う、そっちはカギリちゃんのセットだよ。撃った！あれ？マロンちゃん撃った？マロン！なんだあの子は！早く歌を歌わせろ！なんでもいいから歌わせるんだ！マロンちゃん、歌、歌歌って！逃すんじゃねえぞ、大スターの登場だ。はい。マロちゃん笑って笑って、カメラの前に立つな。売れる、これは売れる。はい、笑って。マロちゃんこっち、マロちゃん、はい、こっち向いて、今度はこっち、はい、笑って。衝撃のテレビ初登場から3ヶ月でついに2曲連続のナンバーワンヒットを記録しました。
いやーすごい、1週間後に迫った歌謡祭、果たして新人賞はすでに今やのソノバ限りか、それとも最強のアイドルマロンちゃんか。アワードスーツ修復のめどは立ったのか。いえ残念ですが。やはり資金不足か。はい、例の娘に破壊された板で思ったより深く、レモンシード復活への道は遠く険しゅうございます。急いで、次はヒット店の生放送だからね。違う違う、次は CM 通り。じゃあもう一度、用意スタート。はい、いいよ。アミ、少し小さくしろ。あーそうだ、はい笑って、少し硬いかな。あーそうそうだ、いいね。マロンちゃん、セリフ覚えた？はい。大丈夫、疲れてない？はい。ここまで来たら新人賞、もう絶対だよ。僕たちも応援するからね。はいはい、5時から東北新社ですね。はい、どうもよろしくお願いします。今やすっかり芸能プロダクションというわけか。服部君よ、あの子をこのまま芸能人にしてしまうつもりかね。まあね、特殊工作課の公務員としての仕事がないんじゃ仕方あんねえよ。なるほど、レモンシードあっての特攻かというわけか。そういうわけだ。はい、特攻か。あ、いつもお世話になっております。は、来週のマネージャーは結城ですが、お話伺っておきます。波風マロンはアイドルではない。波風マロンは正義の味方なのじゃ。大変だ！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 何が大変だ！どうした？あれ、あれ！お、おお、これは？いや、こんなものが！お、なんじゃこりゃ。今は夏だぞ。何考えてんだ？あ、デモン様に報告せねば。ファイト！一発！元気はつらつスポビタン C。 明日7時、大蔵省印刷局を襲撃する。なお雨天順延。ああ、相変わらずやることが派手だな。あのクソジジイ、下神戸に連絡を取れ。これは確かに下神戸博士が設計したパワードスーツですね。奴らに設計図を盗まれたんですか？下神戸がくれてやったんだよ。花からデモンシードの居所を知ってやったんだ。課長、マロンはあくまで正義の味方だとの伝言を残したまま、博士は行方不明だそうです。やら、どんな汚い手を使っても正義を貫くつもりだ。なんか矛盾してますけど。下神戸とはそういう男よ。そんなことよりどうすんです。よりによって明日は歌謡祭ですよ。ああ、マロンちゃんは出動させられない。しかしマロン抜きではデモンシード粉砕は不可能だ。
そうなれば我々には避難集中、ボーナス削減。せっかく復活したエアコンもまた止めなければ。何言ってんです。新人賞は一生に一度のチャンスですよ。芸能界君臨への第一歩。秋に新人賞、暮れには紅白、年が明けたらアメリカでのレコーディング、そして再来年には大物スターとの婚約、披露宴、テレビ生中継、そして出産後はおむつの CM 出演と、すでにスケジュールびっしりなんです。なんだその不確定要素だらけの予定は。課長の企画書に書いてあったんです。けどな。けどなじゃありません。天気予報です。日本の東側にある前線が北上してきており、西日本から天気は次第に崩れてきています。では明日の天気です。東京、埼玉、そうだ夕方からところによって雨になるところもあるでしょう。可能性はある。え、あ、そうか、雨天順延。気象庁と連絡を取れ。防衛庁と海上保安庁に大至急ヘリの観測艇の手配だ。急げ。もしもし、こちらデモシーの特殊工作課です。全ては明日の天気にかかっている。第3号機、午後6時現在、東京上空は小雨。こちら4号機、伊豆箱根方面は雨足が強まる傾向にあります。神奈川県沿岸曇り、所によって雨。よし、警戒を続けてくれ。新人賞発表まであと30分、どっちに転ぶか。こいつは面白い夜になったぜ。七三で順延か。まだ油断はできんぞ。第28回 TPO 歌謡祭、いよいよ開幕です。さあ、果たして新人賞はグランプリの栄冠は誰の頭上に。絶対絶対私のものよ、新人賞。やむかやまぬか、やむ、絶対に。いや、さあ、それではいよいよ新人賞の発表です。ノミネートされた皆さんをお呼びいたしましょう。まず泉野亜希さん。1号機変わりないな。東京上空変わりありません。2号機はどうだ。デモン様、お風邪を召します。もうそろそろ諦めた方3号機、どうだ。今のところ、あれは警視庁か、こちらデモンだ。もしもし、今夜の襲撃の件だが。またかい。残念ながら、雨天順延と。デモン様、見てください、雨が。なん、今のは取り消しだ。これからすぐ印刷局を襲撃する。
行くぞ。ヘノンシード復活だ。たった今首相から出動の要請があった。直々の命令を無視はできねえ。課長、僕は、いや、みんな反対です。そうです。この際我々や政府の利害なんかよりマロンちゃん自身の幸せを考えなくちゃいけないんです。マロンちゃんは今女の子としての幸せをつかみかけているんです。強盗相手に危険な立ち回りを繰り返すよりもずっとずっと優しくて可愛らしい幸せを、それがあの子にふさわしいんです。だってマロンちゃんは並外れた怪力である前に一人の女の子なんです。ひたむきで傷つきやすくてみんなに迷惑をかけまいといつも優しく心配りをしているただの女の子なんですよ。戦いましょう。我々だけで。雨上がったんですか。ああ、いいのいいんだよ。マロンちゃんは気にしなくて。上がったですね。マロンちゃん、マロンちゃんはマロンちゃんの幸せをつかめばいいんだよ。僕たちだって男だ。大丈夫だよ、デモンシードぐらい。応援してるからね。波風マロンさん、ほら、みんなが待ってる。マロンちゃん、スターになるんだよ。しょうがねえ、一丁やるか。もう一度読んでみましょう。マロンさん、肉弾だ。デモンシード、かかってこい。何やってんの、あの子。一生懸命やれば必ず道は開けるって、自分にできる仕事があるってすっごく嬉しいんですよね。さよなら。マロンさん、怖いか。怖いよ。逃げたいか。逃げたいよ。でもマロンちゃんのためだ。無駄な抵抗はよせ、おとなしくこのデモン様を通すのだ。おっ、なんだ。おはようございます。あれは怪力娘。波風マロンです。ピストル持ったか。どうやって撃つんだっけ。あ、エアガン持ってきちゃった。いいか、行くぞ。課長、デモンシードは。うん、マロンちゃん。冗談じゃねえ。
パトカーまで壊さなくたっていいじゃないですか。明日からお察しがすれば。なんてことすんだてめえは。ひどいですよ、せっかくの写真に。マロン、目指すは国民栄誉賞じゃ。